こんばんは。こんばんは。こんばんは。朝ぶり、朝ぶり。そうやな、昼ぶりですね。ちょっとメイクして、メイクはちょっとしてるんだけど、できる範囲は。お昼ぶりだね。ちょっと待ってね。これじゃないですね。やっはー。なんかのビューラーさんがない。山がグラビアランキング1位って、嬉しい。いっぱい見てくれてるんやね。頑張ります。メイクね、なんかね、目の皮膚以外にちょっとずつやっとるって感じ。だからそんなにできてない。なんかアイラインとかはできてないんよ。なんかまつげとか軽くできただけ。そうなの、めちゃ軽くてね、今まぶたが。そう、目の腫れが落ち着いたんやけど、でもめっちゃ痒くて、今薬をね買ってきました。なんだっけ、なんか買ってきた。おめでとう、みんなのおかげをいっぱい見てくれたから。いっぱい見てね、またこれからも。目の腫れはね引いたけど、めっちゃ痒いです。ここの目のね、ここら辺がめっちゃ痒くて、うー、めっちゃ痒い。私は何を探してるんだっけ。これだけやろう。急に上がったね。よん。え、それな。6周年。決まったよね。私も今日知ったんだけど。マジで今日知ったんだけど。やったね。4月か。久しぶり。久しぶり。ね、2日間ってなんか変な感じでね。ちょっとテロップあれしたら話すね。キャー、難しいよ、打てない。ね、そう、3公演めっちゃびっくりした。え、そう、3公演がどんな感じになるか全然わかんない。でもなんか、え、どうなるんだろう。ねえ、こんばんは。がないね。ああ、そうやな、そうやね。日曜日の夜は3期生の昼。日曜の夜って2日目の3公演目ってこと？もうまだ披露されないんだっけ？それまでどうなんだろう。山海水ありがとう。
日連続帰りにしようかな、ありがとうみんな待ってるね、いろいろお披露目なのかな、まあでもお披露目しそうだよね、山田エグ見エグって言っちゃう、ウェブ見てくれた、ありがとう、ありがたっけ、山田最高ありがとう、ちょっとチークだけ足すね、現地でぬるっと、あ、ぬるっと発表されたんだ、もーちゃん最後フレーもーかも入ろっかな知らんけどあるかもーかものあの前髪を重くしてヘルメットにして、マリでとこうかな、ロック画面の画像がじゃあ全部日替わりで、頑張ろう、おもがしき、おもがしき、ちょっと大人っぽいかね、服が黒いからかな今日もかわいいよ、ありがとう、そうだ私さ、おそばせながらブルーロックにはまりましたお昼と、お、そうね、お昼はさ、すっぴんでもう起きたてみたいなもんだったから、なんかお昼は結局温めてた、ました。こんばんは。あ、そうそう、アニメアニメ、サッカーのやつ、そう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 、お昼生まれたてだった、そうなんです、なんか南さんと一緒に昨日アニメの話をしてて、そう話をしてて、なんか私あんまりスポーツ系見ないのね普段、でもなんか面白いって言ってくださって、あ、見てみようって思ったら面白かったのでまた伝えようと思います、こんばんは、姉ちゃん沖縄のビーチはしゃいでたねはしゃいでたね、稲妻イレブンはねいとこが好きだったイメージあるけど見てなかったね、こんばんは、なんか微妙、なんかちょっと見たことあるぐらいだよ、私はまだ推しメンとかは分かんないけど、まだ途中なのでまた言います、
こんばんは。まさかのリゴさん、どうでしょうか。どうでしょうか。このバスケ本当にね、スポーツ配球とかも見てなくて、そうだからスポーツ系を見るのはすごく珍しいかもしれません。黒のおじゃん、そうだよ、今日服変わってるね。6周年コンサート、ね、楽しみだね。いつから練習始まるかな。黒も似合うね、ありがとう。髪は羽治った、かけてるんよね今日。これゴムでこう止めてピッてかけてるんですけど、なのでもう羽は隠れてるね後ろに。3月は忙しかった、確かに。でもまだ1月だよね、羽を隠すの。今日かけたい気分だった。2周年の時、あーそうなのか、自分は3周年からだな。6周年に向けて止まるところだけが早い。みんな早いね。耳かけ可愛くていいと思う、ありがとう。なんかその日によってね、なんかめっちゃ全部がおろしがいい日もあるし、かける方がいい日もあるみたいな、顔に顔はなんかその日の顔でとか髪の調子とかですごい変わるのよね。4月はオンライン話か、6月6周年オンライン話、確かに。みんなも大変だね、ビヨン、みんなも大変だ。コンタクトがずれそう。こんばんは。5周年が7月だからって。あ、そうだね、こないだやった感じがあるもんね。確かに。ちょっとね、そう遅くなってしまったから。ヤンマが見た、ありがとう。コンタクトするとなんか違和感、ゴロゴロした感じだし、たまに痛いって感じ。そう、ももちゃんは高校卒業して初めてのかな。でもそうだよね、なんかさ、一応3月のさ時に卒業式はあるんですけど、高校は3月を待つまでで、4月から高校じゃな、高校生じゃなくなるから、確かに初めてのライブは6周年かも。そっか、卒業する、そうなんですよね。卒業するためにさっきまで課題を書いてて、ちょっとこの後も配信が終わった後また書き書きしようかなって思ってる。ヤンマガのグラビア、メンバー同じ場所。なんか私はその日は3人ぐらいいて、なんかどこまで言っていいか分かんないからあれだけど、あの3人くらいと一緒に行ったんですけど、全部なんか撮ってる場所がちょっとずつ違うんですよね。だからそう、同じ場所だけどちょっと移動してたりそこからしてるので、全員が同じ場所って感じではないと。次は
そうなんだ。あんぴちゃん今日も可愛い、ありがとう。みんな山鴨毎日いっぱい見てね。めちゃめちゃ良かったですか？ありがとうございます。こんばんは。なんかいいねとかもポチッと押してくれると嬉しいです。まあ盛りだくさんなんですけど、お話し会にチェキにね。え、そんな安否前世木炭じゃなくなってたよ。なんだっけ、馬の、え、なんだっけ、なんかあれ占いの人に言われたってことなの？詳しい人いる？安否ファンの方。あれはツイッターに載せてて、でもなんかファンの人が占いがどちらこちらってコメントしてるのをチラッと見かけたから、なんか占いの人が前世はこうだったんだよって言ったんかなみたいな思ったんだけど、詳しくは分かんなかった。馬を飼育するみたいな。そうだよね。馬を飼育する人だったらしい。私の前世なんだろう。私の前世ミジンコ。え、しかない。見て、なんか面白いこれ。ピヨン。確かに魚に食べられる。噴水ついて。顕微鏡で観察。坂本龍馬。私の前世が。そんななんか高知の誇りみたいな方にがだったの、なんか逆に怖いよ私は。前世そんな前世の姿が像となってるんでしょ、だって高知駅の前。あれ書くやつどこ行ったっけ。なんかここ置かなかったっけ。前世の夢を見たことはないね。夢覚えてないからな多分。あったあったあった。こんばんは。こんばんは。前世もも。前世何かな。今日かありがとう。飲みかけをするし、やった。赤ちゃんって生まれた瞬間二足歩行したがる。それは前世の記憶。何なんだろうね、私の前世はほんまに。何だと思う逆に。
メガミメガミ、なウサギめっちゃ可愛いじゃん。モモはモモなの。じゃあ前世もモモだったのかな。こんばんは、ひよこ。じゃあみんな可愛いの言ってくれる。なんでうなりなん。なんでうなりなん。リス、カワウソ。今日じゃあ前世はお姉ちゃんとカワウソで兄弟だったのか。日本カワウソの兄弟。何がいい。何がいいんだろう。何がいいんだっけ。カワウソじゃん。そうなの、私たちはもう絶滅してしまった日本カワウソだった前世は。人間以外だと思います。難しいね。こんばんは。日本カワウソは最後の、その最後見られたのはコーチらしい。そう。来世は、あ、前世日本ザル。来世は何しよう。来世はハーバード大学にいるわ。まあ、ちゃんコースコースじゃない。だから来世超頭いい人に生まれてくるかもしれんから。勉強大好きですみたいな。今世ではハーバードは間に合わん。東大でももう無理すぎるのに。頭良すぎて東大が。それを超えて世界になんていけないよ。頭のいい国立もいけないのに、東大じゃなくても。来世はいける。イルカ泳ぎたいな。ねえねえ、今世もな、確かに今世楽しまないとな。そうなんだよ、楽しんでるけど今でも。
ナスペンジンって夢に出てきたからね。80年、私あと80年も生きれるの？私の来世はもーちゃんのひ孫私のひ孫孫ってことはさ、私にも子供がいないと無理ってことよね。いるのかな、私は母になるのかな、いつか想像できない。もっと生きそう。え、あと80年でしょってことは、私98歳まで生きてることになっちゃう。あー、医療が進歩して、え、どれぐらい生きれるようになるかね。いいの、ご主様だって80年後はもう私98歳よ。今のうちに今世に分かる次だよ。もうの子供に転生できない。もうの子供、もうの子供なる、みんな絶対ならんほうがいいよ、私の子供には。誓うよ、私の子供にはならんほうがいい。絶対じゃなくて寂しい。ちょっと寂しいかも。なんでかっていうと学割が使えなくなるから大学生じゃないのでね。めっちゃ怒る。怒らん、遠慮しとく。本当にいい、遠慮しとく。全然スパルタじゃないと思うよ。ママがスパルタなわけないじゃないか。こんばんは。母親がアイドルしてた。ちょっとでもさ、もう私がさ、万が一さ子供ちゃんとかがいる時代になったらさ、もうさ知らんじゃん絶対自分の存在を。だからバレないんじゃん、名前検索されない限りは。子供じゃなくて他のポジション、何のポジションだ。こんばんは。ヤンマガウェブ、嘘、ヤンマガウェブをもう何十年後とかに見てもらえるのか。子供も、子供もアイドルになりたい。いるかな、どうだろうね。もーちゃんの弟？来世。いや、弟欲しいんだよな。オンラインサイン会でどういったポーズだって。なんやろう、ハートとか桃とか、その時花だれやった、花だれのポーズとかいろいろやってますね、工夫して。
みんなが考えてくれたりもする。ママが私ママ想像できんって。でもかわいい、ありがとう。想像できへん。弟になりたい。ええー、じゃあパパになる。どうやってパパになる。優しいママになる。優しいママになる。アイドルなりてって言ったら賛成する。ちゃんと、ね、覚悟があるならって感じ。こんばんは。こんばんは。でもかわいい、ありがとう。七子とも頼む。どっちがいいかな。どっちも可愛いからな。もちゃの弟オーディション年齢制限。おちゃんの弟のオーディション年齢制限。私より年下。双子とか、それは大変そう。自分の仕事を子供にさせたがる人。でもさ、なんかその子がさやりたかったらそっちの方がよくない？子供に渡せなかった夢はたくさん。ああ、たくさん。それもいいね。こんばんは。桃が好き、桃が好き。こんばんは。黒の服？黒の服はね、たまに着る。でも好きかも、結構。桃が好き、桃が好き。大人っぽい。確か服着たらね、黒の。そういうイメージかも。子供に小さい頃からなんか鳴らせる。なんか鳴らしたいかな。高校がやりたかったらって感じかな。もーちゃんの子供もせももせ見てると、言うの。私の子供パパとママ生まれてくるの。
すげえがいいらしい。あでもなんか自分がやってほしいことってよりはやりたいって思ったものって感じかな。こうなってほしいとかないんだよね別に。普通になんかがんばってというか何かを頑張れてたら。習いたいことそうだよ。まあ私の将来子供がいるかも全然わかんないですけど。いない気がするけど。ヤンマガウェブは無料です。なんか16ページ無料のやつもあるし、ワンコインで別の写真の31だっけ前の分もあるので無料のやつも見れます。もったいない？もったいない？こんばんは。子供が人間じゃなかった、それはどういうこと？どういうことだ？映画でよくあるみたいなやつ？ももちゃんのイメージを残す。ももちゃんはそうですね。でももちゃんは結婚もできる感じがしないのでね。無料もめっちゃ可愛いけど有料のページも多くてますますかけど、あーありがとう、めっちゃ嬉しい。うーんありがとう。門から解放されて、おおかえり。山鹿選抜になったらあれも山鹿の冊子の方のやつ、なんていうっけ、紙のやつに乗れるの。告白されてる？理想が高いの？いや意外とわがままってだけです。車の免許取りに行く予定は今はないですね。そうページに載れるのよ、雑誌に載れる。そうだよ、載れるんだよ。その順位によって場所はちゃうんやけど、端末とかいろいろあるんですけど、無料版のやつもなんか再生回数とか見られた回数の上位5人と、あとなんか有料のポイント数、有料でいっぱい見られた数とかでね順位が変わります。でも9月まで結構長いんですけど、9月30だって。初めてもちゃん結婚してギフトを。ありがとう。あとめっちゃ可愛い、ありがとう。そうだよ、今1月だけど自分の誕生日の翌日。
忘れた頃なの。そう、有料1から3位は最初のやつか。有料7巻中無料 PV 巻末、順位によってね、どこに乗れるかあれなんですけど、やっぱ雑誌のお仕事とかしてみたいもっと。おショットもね、今メールで送ってたりツイッターに載せてるので、またどんどんあの BLT さんの方も含めいろいろ載せていきます。9月30まで2週間、そうだよ。うーん、こんばんは。そうな、写真集とかにもつながる一歩なので。スタイルね、ほんまに嬉しい。それはまだ全然良くないけど頑張るよ。100回で、そう、累計じゃもう9月までに1000回見てもらうみんな。今着てるのニットって言うのかな、ニットって言う、ニットとは言わんかも。昨日と同じ部屋ですよ。1日10回ですね。まあジーパン履いちゃった、今日履いてた。ジーパンじゃなくてさ、なんかパジャマのズボンとかに着替えればよかった。ジーパンって苦しいよね、なんか。革ジャンじゃないよ。ギネタの等身大パネル作ったしで、この写真で作るよって言ってきて私も作ってくれるの？動きにくそうだよ、そうだよ。そう、締め付けられて。 BLT まで申し込んで、ぜひぜひもちゃん進行者で。やったー、盛りだくさんだね、今は。お話し会に席に、ヤンマガに、BLT さんに、いっぱいでも報告ができてありがたいです。うん、嬉しいです。等身大パネルちっちゃい。ちっちゃくないよ、ママの等身大パネルは。お部屋のタオルのね、袋もらったよ。ありがたき。明日ね、そうなんだよね、朝配信になりそうな気がしてて、でも心配なのがまた目が腫れてることが心配してる、めちゃくちゃで。薬を買ったんよ。そう、明日はね結構朝からお仕事があって、夜も間に合わなくて、もうめっちゃなんか広島に着くのとかがめっちゃ遅いので、固定ついてしていつでもいいけん、もうもしとこうかな、固定ついまたお話し会の募集が終わったりなくないない時とかにもやっとこうかな。明日何時ぐらいかな、待って、今計算するわ。ちょっと待ってよ、どれで計算しよう、この説明書に書く。集合時間はこの時間として、メイクする時間を合わせまして、でも目の腫れが怖いから、なんか起きてすぐじゃなくてメイクした後に配信しようかなみたいな。そしたらちょっと引くかなって思うので、もし腫れててもきっと。まあでも薬塗ってるからどうだろうな。でも今日痒いのめっちゃで、そしてうん8時半。え、待って、いや違う
ちょっと待って。明日月曜。平日は明日。いやー、できないじゃん。うわー、8時半からしたかった。8時からにな、え、ちょ、8時からもできないんだ。7時半か。え、目腫れんかな。お目目腫れないかな。そう、メイク終わってから最後に配信しようっていう作戦だったんだけど、目が腫れてそうだな、起きてばっかりは。計算したのよ。なんかさ、地味に7時半とかだったら微妙なんだよね。7時半。そう、高校生ルールとかあるんだけどさ、でもさ、今自由登校だからさ、ずっと休みなんだけど、休みっていうか、まあ行っても行かんでもいいみたいな時なんよ。だからさ、配信してもいいじゃん。できないんやけど、なんか自由登校なのに。5時はやだ。高3ルール、そうだね。じゃあ7時半、でも7時からしてにしようかな。でも目が目が、目が腫れてたらスクショしよう。結構意地悪だな。目が腫れてたらもうツイッター載せないで。そうね、7時半にしようかな。いいですか、7時半でも。寝なかったら腫れないけど、明日結構なんか一日中なるから多分倒れちゃう。あ、やっぱ7時15にする。やっぱ7時15にします。めっちゃ微妙にしてごめんなさい。7時15にさせてください。7時に起きて、でちょっと顔洗って、なんかスキンケアして、なんかまあ起きて2分とか1分だとやばいから15分やって、で30分ぐらいやって、まだ何分やるか分かんないけど。7時15分。私も頑張ってくるね、明日。了解しました。また空いてる方は。
スピン配信ほぼそうだね。スキンケア終わった状態配信ぐらいだと。ジュジュまで塗るんですか。ジュジュは無理かもしれんけど課題があるんよ。だから背並べは帰りの新幹線で通信ができたらやろうかなって思ってます。で、あ、ちょっと朝はメイクしていかなきゃいけなくて、自分で髪も自分でやらないといけなくて、ちょっとあれ七並べは難しいかもしれんので、夜もし通信があったら誘いますね。こんばんは。そうだよ、七並べするときはもう豆で言うね。新幹線とかさ無理しない。うん、無理せず頑張るね。場所によるよね、トンネルとかがあれなんよね。無事だといて。そうなんよ、そうなんよティンカーさんとかする。でも結構行ける時もあるんだよね。もうあれお茶どこ行ったっけ。ちょっとお茶をここにさっき置いた気がするもん。あ、水だ。トンネルだよっていう、トンネルだよっていうの。私の購入商品紹介。お茶でお布団、そうだ、さっき置いちゃった、ポンって布団の上に。まずですね、待ってました。まずはですね、私目がこの状態になってしまってかゆいので、ドルマイコーチ何個を買いました。でもなんか顔に塗っちゃいけんやつと塗っていいやつがあって、なんかこれは顔面には広範囲には使用しないでくださいとのことなので、ちょっとだけ薄く目につけてます。目専用はなかったのでね、多分皮膚科に行かないと。ダン、あーあー、うん、そうです。800円で安かったです、一番。そしてその次、明日はなんか寒そうな予感しかしなくて、なんかすごい凍えたら嫌なので、春カイロ、これ大事です。明日はなんか多分みんな持ってない気がする。みんなっていうかスタッフさんがもしカイロを持ってなかった時のを考えたものですね。明日はちょっとマネージャーさんがいらっしゃらないのでちょっと買っとこうと思いましたあるかもしれない、持ってきてくれさってるかもしれないけど分かんないので、とりあえず買いました。まあ家でも使えるから。はい、そしてなんか買ってみた敏感肌専用のパック、初めてなのでちょっと慎重に。鹿のやつですね。
なんかすごい乾燥してるので肌が、これは敏感肌、私すぐ化粧負けとかしちゃうから敏感肌保湿買いました。パック、そう、韓国のやつかな、多分違うかな。いや、しかし高いの、何円だったかな、これ207円とか。そうです、ここ何日かそうの悩んでます。あとは水です。以上、剥がしていきましょう。購入品紹介は水、お茶と悩んだけど、お菓子買ってないよ、偉いでしょ、買ったら食べちゃうから。確かに、でもお菓子買えばよかったな、お菓子買えばよかった。もうなんか夜ご飯も5時40分とかに食べてしまって、なんか手巻き寿司が売ってて、それを買ってここで食べたんですけど、なんかお腹空いてるよね、もうすでに。涙、確かに課題しながら食べたいですね、お腹すく。なんかあると信じて。ウーバーで頼んだ、今確かにか、近くのコンビニ10時までだったらいけるけどって感じです。真横にあった気がする、コンビニが。モースで投資屋さん美味しかったよ。食べる量少ない、そうかな。これなんか湿疹とかにも使えるらしくて、でもまだ地味になんか1個か2個ぐらい治ったんだけど、昨日からあるので、そこにもつけて寝ようと思います。ホテルの自動販売機、どうかな、つまみはなかったかも、そういうお菓子系は。これ肌に合うといいな。明日早いの、ちょっとね、でもメイクして行かなきゃいけないから早いの。そう、早いかも、だから起きるのは7時前とか。だったら今後つく、確かに。お肌につけるもの、合うものと合わないものがあるから大変。そうだね、私すぐで、ね、合わないってなっちゃうから、それが嫌なのよね。合わないっていうか痛いってなるね。新幹線止まる可能性とかあるの、グーカワグーカワありがとう。ほうずつってよくあるね、これついてる。敏感肌だよ。
空港。モカラサムレさん、空港ありがとう。ヤスさん、クマちゃんありがとう。リチャードさん、カミありがとう。ヒーちゃん、クマありがとう。クちゃん、スターありがとう。ブラジルさん、スターありがとう。ユキユキタさん、ハタありがとう。新幹線止まる可能性あると思いますか？私はそろそろホテル暮らしがもうダメになってきてるんだが早い広島は明後日電車、でも明日だったら大丈夫かなホームシック、そうだよ、私は家が好きだからね。今回ありがとう。明日は大丈夫か。今日泊まったの？家落ち着く、そうだね。25日やばいんだよね。あと3日後か。やだな。広島って寒いよね。少し止まってた。止まらんといいけどな。今週はそうね。寒さ対策。今日は天気が停電。あ、そうなの。それも怖いね。衛生にぬいぐるみとか持っていかない。持ってってないね。でもなんかなんだっけ、財布にお守りをつけてて、高知暖かかった。多分でもなんか広島寒いなってお財布がさあって、これをいつもつけてるから、なんかお守りっていうか、猿、お守りです。こうこうなんかこうって引っ張りやすいんだよね開けやすい70万ぐらい入ってないよ全く。私が今持ってるものといえばこれですね。もう使えない気がするんだけど、これ10月31までじゃん。カイティのサイズアップ無料、飲めばよかった使い忘れてた。30円引きとサイズアップの量があったのに、コイティ好きすぎて期限切れのクーポン券、そのままリサイフです。そう、鈴めっちゃ鳴るね。あとは学生証とレシート、ぐらいかな。何のカードだろうこれ。コーチマのカードと何かそごうの、あ、もうこれもダメだ。それぐらいしか入っておりません。学生証は見せないよ。ダメだよ、見せれるな、そのサイズアップぐらい
あとはね、カラオケの券、券、会員証みたいな。今36ポイントだって。ぐらいですかね。あんまり入ってないタイプの人です。電子マネー派じゃないよ。あとはこれにみんなからもらったあのショールームの企画でもらった香水を入れて持ち歩いてる。じゃーん。結構使ってるんだけどね、全然減っていかないよ。めっちゃコスパいい、うん、香水めっちゃこれ使ってる。ずっと持ち歩きやすいし塗りやすいのが好き。コロコロタイプだから、コロコロタイプいいよ。ペイペイはね使っとるけど、まあコンビニとかで使ってるぐらいかな。あとはそんな使ってない。だあ。クレカ作ったことだもん。やんな。でもクレカね、どうしようかな。今は本当にあの映画館の会員証が欲しい。あっち向いてほい、対決しました。ありがとう。塗りやすいよ。ペイペイの真似してなんだっけ、ペイペイドゥルルルルルルルってたまに始まる抽選会みたいな。甘い香り、え、お花だけどなんかそんなめっちゃ香水香水っていうよりはいい感じの、いい、大体さんとしそれな、伝わる人には伝わるかも。あれどういう基準で始まるのよ、ある時とない時が。こんばんは。直接お話から香水つけて、いいよいいよ、私もつけたい。こんばんは。桃の香りではない、お花の香り。キム可愛いよ、ありがとう。グーカワ。グーカワ、ありがとう。たまに握手したらメンバーの香水の香りが映ってきてる。いいね。一段ももっと近づけたら似合うんやろうな。もーちゃんやっとってメイクって大変、それとも楽しい。なんやろうな、時間かけれたりして急がんでいい時とかは楽しいかも。でもなんか毎日しすぎたらやっぱ目の皮膚とかが痛くなっちゃうから、適度にメイクする時間はすごい好きです。ゆっくりしたいね。2時間あが欲しい。で私遅いんよ、メイクするのゆったりするから。リアルもそう、距離があるからね、香水とかはあんま似合わんと思う。2時間あると一番いい。でも最近はちゃんと1時間ちょっとで頑張ってるし、1時間半とかあれば頑張ってるけど、
メイク時間が少なくてね、仕事の時の。でも2時間あれば最適。最短は1時間。メイクだったらもっとあれだよ、髪入れてってことやけん、メイクだけって言われたら30分とかやけど、チキとサイン会初めて申し込んだのよ、よろしくお願いします。嬉しい、ありがとう、とっても嬉しいです。なんか前髪とかやってたら時間がかかってきちゃう。朝早い、大変そうなんよ。でも明日は1時間半ぐらいで頑張ろうって思ってる。朝みたいにぴょこんって言ったら確かに。でも明日もこの髪にしようかなって思ってるから、そうストレートしかね持ってきてないんよ。とそう、今日はホテルなので、今日というか昨日から。女の子は大変だ。大変やけど可愛い服とか着てるからそれはそれでいいよね。なんか成人式とかもさ、なんかさ女子ってめっちゃ時間かかるやん。なんか朝のさ、朝の3時半とかから起きて美容院、大変だよね。ショールームはウェルカムコメントっていうコメント固定コメントが知ってる時なの。どうやってやるんだろう。そんなんあるんや。ね。そう、でもなんかそれを考えたらもうかも、その時は男性のになりたいよ、スーツ着たい。朝の3時半起きはきついなって思うよ。女性でも着れるけどね。それはせっかくだから私は着たいなって思ってる。頭パリッとしたら大体が面倒って、ね、早い。そう、お風呂、お風呂じゃない、髪短いからお風呂なと思う。確かに楽そう、いいな。ショールーム内のメニューにウェルカムコメント、そうなんだ。メニュー、メニューってどこにあるんじゃ。男装じゃ、そうそう、背が高かったらね、今ちょっと男装して160センチとかだったらやってみたいんだけど、それか155とかだったら、150だからな。確かについてるとかしてた気が。ほうちゃんドライダイ、そうなんよ。可愛け、ま、あ、可愛け男子になれる。
つあんつ。羊もーちゃん持ってます。お嬢様お迎えに上がりました。燃えた。あれあんな感じでめいちゃんの執事みたいな感じ見てたから、アニメアニメだアニメじゃない漫画か。お嬢さんも黒執事面白いよね。全部見たことはないかも。こんばんは。こんばんは。近かったね。今日の朝のタワーのお礼をします。かけてた実は。じゃーん。としさんタワーありがとうございます。これからも一緒に笑い合おうね。この笑顔を守りたいタワーだったから一緒に笑ってる姿を描きました。右が私で左がとしさん。ショートカット。確かに短くなっちゃってる。結婚してがいっぱいだ。ありがとう。いっぱい山鹿の親子顔も褒めてくれてありがとう。等身大作ってね。よかったら。ありがとう。今すごくいい。ほんと？ありがとう。 Thank you。 ありがとう。こんばんは。ももちゃん画伯しようよ。なんか言ってお題。こんばんは。ももちゃんにメロメロになるのはないですね。一生どこにもないので。そのままウサギ？ゾウ？ゾウ毎回言ったじゃん。犬。いいよ、じゃあウサギとインヌ描くよ。でもウサギは私上手だよ。だってウサギだもん。日本ザル？カワウソ？
かわすってなんか意外とどんな見た目か覚え出せないな。犬は二人と犬は上手でしょ。ポンポンプリンじゃない。ポンポンプリンってなんだ。ポンポンプリンじゃないよ。貝でしょ。ポムポムっぽくなっちゃった。かわいいでしょ。これはだって簡単だもん。いけるよこれは。なんだっけ、あとカワウソか。カワウソわからん私。え、なんかめっちゃ見に行ってるのにわかんない、カワウソが。え、全然わかんない、なんでやろう。あんなに見に行ってるのに。やばい、全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない。全然わかんないんだけど、なんかアザラシみたいになっちゃったよね。え、でもこれは本当にわざととかではなくて本当に出てこない、頭の中で顔そが。ごまちゃん、アザラシにしとこうか。左か右か、嘘。うまい？なんだろうな。ラッコ？ラッコとうどんとか、はい、みんなが書いてくれた。ラッコ、ラッコさんか。うん、皮があって泳いでて、足があって、腕があって、ワイン持ってて、あとなんだっけ、うどんか。うどんは
うどんとらっこ。横になったら楽じゃない。楽はあさっきのカオスよ。どう？エビ天うどん。楽でしょ？てかかまぼことか言わんの。うまいやろ。だって何でも書くよ。ペンギンもいたやん。ごめんね、見逃してるのだったらごめん。人は絶対にいらせれないからダメ。申し訳なくなるから、家族以外は。宇宙人いいね。オットセイわかんないよ全然。シャッチ、私ペンギンが全然わかんないんだけど、どうしよう。あ、手がない。事故じゃない。あ、くちばしがあるんか。ん？宇宙人。宇宙人じゃない。宇宙人はだって私の書く宇宙人は、あれ違う、私の宇宙人じゃない。宇宙人。かわいい？かわいい。全部ポケモンにいそうって言われてる。みんななんてくれ書いてくれてたっけ。みんなが。
ウーパールーパーみたい。嘘。高知県か、高知県。こんなんじゃない？あ、なんかもうちょっとカーブがあるって。結構いい線いってる？いい感じだった。コーチだけはちょっと形分かる。ちいかわ？ちいかわってどんな顔してる？なんかパンダになる。ちいかわってどんなんだっけ？いや、なに、まだ治ってないもん。チーカーまた書いてみたけど全然似なかったよ。チーカーのフードかぶってるアンピーを書いてみたつもりだけど全然似せれなかった。全然似てないよ。チーカーまた遅いよ。全然似てないよ。この絵のもう1億倍可愛いからアンピーは。見せれなかったけど、見なかった。
フラミンゴ？フラミンゴって何だっけ、あのピンクのやつで、フラミンゴ今頑張ってるから。なんか頭に入ってたっけ、なんか入ってなかったっけ。どう？え、ダチョウじゃない、ダチョウじゃない、これはフラミンゴなんだけど、私ダチョウになってる？なんかフラミンゴのイメージとダチョウが反対になってるかもしれない。ダチョウになった。あー、そんなんか。待って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 、その絵文字、絵文字。なるほど、なんか。え、こういうこと？あ、くちばしがない。あ、これはちょっと間違えた後です。白鳥っぽい。えってむずいね。私何が得意かな。あ、それならフラミンゴ描きたいんだなって。これは分からんかった。なんかさ、ダチョウじゃないかもしれんけど、なんか YouTube の人でさ、ダチョウじゃないけどこういうなんかと一緒に部屋の中で生活してる方が動画のしてるやつを見たから、それをイメージしちゃったかも。フラフープしてる猫。フラフープしてる。難しい、ちょっと待って。
フラフープしてる猫。浮き輪じゃない。浮き輪描いたらだって。浮き輪のこれ。まあ、サーフボード見える。てててて、てててて、てててて、てたちた。買い物しようと町まで出かけたらちゃん、私で買っててく。ヤーキンサザエさん、キャラクターできるこの猫。でもこういう猫いた気がする。なんかの気分ダンされる。大丈夫、20秒以内大丈夫だから。みんなが笑ってる、ルルルルルル。今日もいい天気って言ってバンされたらもうやばいよね。足足。お魚くっわえたってクリって歌ったらどこまで持つんかな。試してさ、バンされたら超恥ずかしくない？なんかどこまで繰り出るかをやってバンされました。ペックル勝てるかな。なんかペットで地味にちょっとちゃうんやけど、なんか鼻かっぱみたいになった。パパパパや、ハレルヤ、おはよう、ハロー。チリリッテッテイト、サンフンフォロヘイヤ、オロヘイヤ。なんか違うね、ちょっとだけ。でも可愛い、よかった。絵が似てても、いや多分ももの絵は大丈夫よ。これがなんかもうオリジナルキャラにしか見えんもん、下手すぎて。割と似てる。え、も似てるっちゃ似てるんだけどな。
見ながらの方がやっぱ得意なんだよな基本。見てないといろんな絵がとんでもないことになるから。ももっくる、ももっくる、じゃあこの子ももっくるにしよう。著作権スレスレ攻めるね。体がもうなりましたオリジナリティましたでしょもうくれてん。次の生誕ってこれなんか、なんか変だな。なんか自分のキャラ欲しいんだけどね。むずいよなって。安否みたいに、なんかあんなうまく描くのむずい。え、ショールームのアバターも決まっとるよね、みんな。ね、ショールームのアバターこれだよね、みんな。これでいいよね。千日のアバターそれでもらわないけどなんで、なんでもらってくれないの。やだ本当に。じゃあ可愛くしてあげる。女の子バージョン。リボンがついた。不気味言うな。お化粧バッチリなんだけどな。じゃあ逆に。
モモパンマン。メカコ、そう。壇上にこれがここにダン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 って。いろんなまだ案があるから何しよっかな。ルームに人がそんなに。嘘だ嘘だと言っておくれ。あ、なんか似てるわ。確かになんか長澤くんに、アニメ化希望ですか？かわいいでしょう。え、それがいい。そう、なんかポヤモも意識してるんだけど、その顔いいね。すやーの顔。やだが、そうね、そろそろ読もうかしらね。もう2時間確かに。これは？ちょっとじゃあ、
これは？なんでダメなの？ダメかも。合併させたらいい、よくない？これめっちゃ可愛くない？YouTube 天国のたんたまに知ってるひじひっこのくやつだ。じゃあまた考えます。まあ千日まで日はあるんでね、まだ多分今何日か知らない、わかんないけど、まあどれになるかお楽しみに。ただいま、おかえり。今から読んじゃうんだ、ごめんね。あと何日かな、今何日ぐらい、考え直してください。あとまあ200、そうね、230。760、まだ日はあるということで。それではそろそろ読みますね。かねっちさん、ダイヤありがとう。たかちゃん、髪ありがとう。はせぴーさん、髪ありがとう。リチャードさん、ハートありがとう。プータンさん、髪ありがとう。リチャードさん、結婚してありがとう。13位のタロイモさん、ありがとう。12位のハラとマクマリナズさん、ありがとう。11位のノリさんとマク、うん、待って、ちょっと2回になっちゃうかもしれない。12位のハラとマクマリナズさん、ありがとう。11位のノリさんとマク、キマイパスタさん、ありがとう。10位のひでくんさん、ありがとう。9位のリチャードさん、ありがとう。8位のコウスケさん、ありがとう。7位のまぼれさん、ありがとう。6位のふみあとマークうふふさん、ありがとう。5位のマピアノッピさん、ありがとう。山が可愛くて何度も見れる、ありがとう。いっぱい見てね。4位のふくちゃん、ありがとう。山がグラビア見立てします、いっぱい見てね、ありがとう。3位のブラジルさん、ありがとう。2位のももクロ侍さん、ありがとう。じゃあトシさん、ありがとう。今日のもくが好きすぎてもうもかし返せない、602日、長い、ありがとう、ありがとうございました。また明日はあのお仕事の関係で夜が難しいので、7時15分からの配信となります。ありがとうございました。そうね、今からちょっと課題をします。今日はめっちゃ配信したんやけど、ありがとう、いっぱい、とっても楽しかったです。お絵かきタイムもしてね、ありがとうございました。またね。バイバーイ、ありがとう。